ございました。これで一旦終わり、一旦終わりだ。すごい、終了になりました。非常に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ではもう今作品見ていただいた皆さんです、一言ずつ、あのライブビューイング会場でもたくさんご覧いただいて今日満席って伺っているので、その皆さんにもご挨拶を頂戴したいと思います。まずは山田一郎役、高野明さんです。お願いします。山田一郎役、高野明です。皆さんありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。続いて、青ひつぎさまとき役、阿部アランさんです。はい、青ひつぎさまとき役、阿部アランです。今日は足を運びいただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、雨村ラムダ役、安井健太郎さんです。はい、雨村ラムダ役、安井健太郎です。よろしくお願いします。全国の皆さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、神宮寺ジャクラ役、あゆかたよさん、お願いします。はい、神宮寺ジャクラ役の鮎川太陽です。今日はお願いします。よろしくお願いします。続いて、ぬるでささら役、荒牧よしひこさんです。ぬるでささらを演じました荒牧よしひこです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、原井空港役、広野亮太さんです。はい、そして原井空港役の広野亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日ちなみにライブビューイングはこっちとあっちのカメラと後方にもいますので、ちょっと意識していただきながらね、全国の皆さんにも、はい、いただきたいと思いますが、ではここから作品についてお話を伺っていきますので、マスコミの方、フラッシュを焚いての撮影はここからお控えいただきますようお願い申し上げます。お願いします。フラッシュ焚かないです。今日なんか繰り返し伝えていただけるっていう役割なんですかね。はい、フラッシュ焚かないでください。なんか懐かしいな。懐かしい。前も立ったよね、一緒に。そうそう、立ったよね。懐かしいね。懐かしいね。よろしくお願いします。場所でね、今日上映後なんで、もう何について話していただいてもネタバレは大丈夫かなと思うんですけれども、はい、まずはですね、皆様に伺いたいのはヒップステ BOP2023 ですが、昨年9月3日、大阪城ホールを不義理にですね、皮切りに全9公演上演する。不義理皮切り。あ、皮切りか。はい。台本に書いてあったから、風紀、はい、あ、そうなの。そう、書いてあったんですよね、映画の直してくれたんだ。ツッコミ間違えてない。そういうこと。今日この感じでいきます。ツッコミフューチャーいただける感じで、はい、あ、すいません、フラッシュ焚かないでください。入ってないだろ、入ってないよ。そうです、あの9公演ありましたけれども、その中でも一番皆さんの中でそれぞれ印象に残っているエピソードがあったら伺いたいんですが、いかがでしょうか。たくさんあったと思います。いろんな思い出がたくさんありましたね。たくさんありましたよね。みんながね、POP を9公演やれるってこの長いのが嬉しかったですよね、シンプルに。でも僕ちょっとあれですけど、僕印象残ってるのは、あの最後の日だけちょっとリーダーズで話し合ってやったじゃないですか、あのセッション。あー、アドリブのやつ。シックスマイクの時にシックスマイクのイントロで、それが今日あれですかね、放送されてるかな。放送上映ね。上映しか放送してされてる、されてる。あ、じゃあ最終日のやつなのかな。あ、うん、ですよね、うん、俺ね、試写会行ったから。いや、そう、そう。あ、俺しかいなかった。俺しかいなかった。太陽君と神谷君しかいなかった。俺と神谷君しかいなかった。真面目やん。まあ、みんなにやるかなと思って行ったらさ、誰もいねえんだもん。そう、マネージャーさんとか、あの LE の人たちとかにご挨拶して、ああ、はいはい、寂しいなと思って。あと写真撮れるかなと思ってたけど。ごめんごめん。その皆さんでリーダーで集まって話し合いをした最終公演、もうあれそのそうね、ね、一個今一人 何小説、4小説、4小説、2だね、2ずつだね、2ぐらいを考えてっていうのをなんかやってたけど、その亮太も出してくれたりとか、そうね、一個亮太を中心にね、そうそう、珍しく、うん、珍しくね、いいよっつって、ね、みんなが今まで使ってた単語教えてっつって、それで韻踏むからって言ってね、そうそうそう、一緒に書いたね。でもなんかものの10分でやったとか、そうだよ、だってすごいよね。しかもみんな、何、いや、しかもみんなあの一発本番だったじゃないですか。そうね、それをみんなできたのすごいっすね。確かに、あ、そう、無駄に緊張したもん。超緊張した、結構緊張した。でも本当涼太くんの顔があって、リリックめっちゃかっこよくてさ、かっこいい、ね、それが来るまでなんか太陽くんと一緒に行ったんだけど、太陽くんがその、俺考えられないからさ、
ホテルの部屋で一緒に考えようよ。マジで2、3時間やってたよね。いや2、3時間なんか普段ラップ考えないから、うーんとかあーとか言って、でなんか一応作ったんだけど、まあできてたの。でもそれ、りょうたくんがこれどうすかみたいな、一案でみたいな感じで来たのが、これの方がいいのすぐに俺たちでボツにしたよ。すぐやめたね、ボツにしたね、うん、ロケバスで考えたんだ、バスで移動中。すごいそうだね、マジでさ、だね、バス本番だったんですね。そうなんです、ね、選手楽しかやなかったからね、うんうん、すごいです。安倍さんは、はい、印象に残ってるエピソードは そんなことある記者会見で。ピンポイントに刺します、僕のこと。もう皆さんには全員伺おうかなと思って、ね、あーなるほど、はい、あアナの声が聞きたいと。そうだな。いやちょっと待ってくださいよ、たくさん聞いたでしょここでね。いやいやこれ先に言うのもあれなんですけど、まあやっぱゴー君がステージに上がったことは僕は一番覚えてるかな、ね、確かやっぱ約4年間ぐらい、4年ぐらい考えそう、一緒にね作品を作ってきたからこそ、うん、やっぱずっと出たいって言ってたからね、うん、そうね、そう、その念願もね叶って、うん、みんなで送り出してあげたのがすごい思い出に残ってます。確かに俳優たちにもサプライズだったから、はい、すごいびっくりしたんですよね、うん、裏に控えてて、え、行かないんですかどっち行ったら本部の皆さんって言われて、え、何にですかって言ったら、え、コウさんが今から出ますよって言われて、うん、急いでみんなで駆けつけてって言いましたよね、うんうん、それサプライズだったんですか。サプライズ、そうです、サプライズでしたね。コウさん自体も知らなくて、はい、でも DDB のメンバーはもうリハーサルとか朝からしてたみたいで、うんうん、僕たちも知らなくてそれは、うんうん、ただね、サプライズでしたね。ゴー君のあの戸惑った顔は4、5年初めて見ましたね、4、5年の中で、うん、確かにあったんですね、はい、他にもいろいろありそうなんで順番に振ってっちゃっても大丈夫ですか。安井さんとかちょっと声聞きたいと思うんで。いや今のエピソードもね、ピークだよ。だ、ね、ちょっと申し訳ないなと思って出しちゃったね。なんだろうな、あれでも結構あの挨拶が一人ずつ最後終わった後するんですけど、公演を重ねるたびに挨拶が長くなるっていう意味で、なんか思いがこう、これ南部カイトのこと言うのかと思ったわ。これから言おうと思ってたよ。ケケケのやつね。ケケケケの挨拶をみんな楽しみに。アキラ大好きだもん。みんな大好きだ。2024年ツイートしてなかったっすけ。あれマジ？アキエマジでおめでとう。あいつ。ファンだからね、ファンだから、あいつまだキャラ引きずってんの。すごいな、マジか。いや、でも俺あのビヨビヨ終わった後に六本木の交差点で友達と待ち合わせしてて、ああ携帯いじってたら、あのカイトがケーって言って、うわやば、現れたのこっちから。怖っ、うん、六本木で制覇してた、うん、捕まっただろその。まあ、そんなのあったんですけど、まあ、本当南部カイトの挨拶がね、毎公演楽しみでした。俺はすごいね、名前出るなんてね、こんな。いやあれは伝説だもん、ね、伝説。でも皆さんもね、何公演か入ってた人は途中から気づいましたよね、多分ね。あれこいつ面白い、面白い挨拶だ、マジで面白い、うん、楽しかったですね、あの挨拶の、うん、その後のエピソードまでありがとうございます、はい、そして、あ、スクリーンに背が大きいので、あやかさんが当たりそうで、ちょっとそうです、思い出しますよね、これ当たらないの、ギリギリ当たらないんだ。当たらなかった。当たんないんだ。そう、心配してたんですけど。僕はあれですね、もう本当に千秋楽の、あの、イチローがはけていくときに、こう、アニメで終わった、あそこのシーン。あれ、リハーサルの時に、まあ、放送を聞いてましたけど、やっぱ、こう実際、モニター越しでしたけど、見たら、あの、なんだろう、僕たちも絵の中から出てきたことを思い出しましたし、ああやって、こう、なんだろう、まあ、一回、こう、区切りとして、まあ、終わったっていうのは、うん、あの素敵な締めくくりだったなっていうのは、思いました。あれ拍手リハーサルで起きましたよね、起きたね、主に俺から。俺も拍手してましたよ、あそこにいたから。そうすごかったよね、画期的だよね、うん、演出ね、素敵だったね、かっこいいですよね。しかも最後さ、超緊張しそうだよねあれ、うん、ちょっと転んだらどうしようとか思われた、はい、あそこででもリハーサルの時からもアキラめちゃくちゃかっこよかったっす。いや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 、本当にタイミングバッチリだったね、バッチリだった、うんうん、しかもあれ何回も直したんだよね確か、うん、そう言ってた、やつがね、すっごいシビアに直した、超厳密だから、うん、そう合わせてくれましたね、制作陣のねこだわり、うん、ありがたいっすね、うん、しかも湯川さんそれ試写でね、ちゃんとこうスクリーンでもご覧になってどうでしたか。タイプだけはね、いやもうね、泣くところがねやっぱありますよね。皆さん今回流れた方とかいますですよね。なんかこうやっぱいろいろフラッシュバックするというか、
なんかこう登場の BOP のなんか みんながこうパフォーマンスするのもうわーってなるし、それぞれのまあパフォーマンスディビジョンのパフォーマンスもコメントも郷さんも最後の締めも全部もうなんか感動というか、さらにこう最後アランがなんか笑ってたの 見ました あれで結構吹き飛びましたね。それは、まあ、それはあのあんまり見てない方がいらっしゃるんで、まあ、映画館来てからのお楽しみというか、え、はい、見てない、もう見てない、この方たちは見てるけど、このねさっきまだほら上演してない方で、そこはこっちが気遣って言わないでしょ。俺が分からなかったよ。ずっとね、あのほら俺が喋ってる時にこの人がずっとそうですね私はとかなんかずっとやってた、なんかずっとやってた俺も、それでもうあのさまときの格好してるのにずっとお前ずっと笑ってんだ、ずっと笑って、マジか、もうあれ見たらもう面白すぎてよ。いいね、誰かに共有したくてしょうがなかった。神谷くんずっと 3D のメガネつけてるから言えなくて。やっぱ笑顔で終わるっていうのはいいですね。はい、確かに。俺の席だけずっとガタガタ言ってる。あれはあんたの問題じゃん。もう 4D かなと思って。これ。あ、セルフ 4D ね。もはやね。揺れるし、風来るしみたいな。風はなんか来ねえやろ。風はなんで来たの？風来ないけど。来ねえのかよ。暴走してますこの人。怖い。はい、ね、この感じ、ね、この感じ全国今流れてますからね。非常にスクリーンで。はい、よくこんなのんきに手振れるな。ちょっともうマッキーくん引いてますからね。引いてない。眺めてる。眺めてるよ。ちょっと遠くから眺めてる。遠くから眺めてる。はい、荒牧さんにもぜひ印象的なエピソード。いやもうどの声も面白かったですけど、まあ、僕個人的にすごい嬉しかった出来事があって、まあ、どついたれ本舗の曲が終わって、まあ、MC で我々はなんかちょっとコントじみたことをしてたんですけど、危険な弾薬庫っていうねネタをその、まあ、本当に出る間際に思いついてやったんで、そのアラン君にやっていいとか許可とかを取るの忘れてたんですよ。だからこうもし本当に気にされてたらどうしようかなと思ってたんですけど、カーテンコールでやってくれたんですよ、さまときが。それはめっちゃ嬉しかったですね。下手くそって言いながらね、ほんもらいこうやんないよ。やりましたね。やってたのが個人的にはすっごい嬉しかったですよ。恥ずかしい。正直あそこ大爆笑したもん。大爆笑したね。いや、あれはやばかった、ね。ほんもらいこうだ。いや、あれ超面白かった。あめっちゃ嬉しかった。めっちゃおもろかった。本当にね、一郎に刺さるっていうね、その一郎のパンチラインが。このね、あのやっぱササラとサマトキのコンビネーションが一郎刺されました ね。あれは印象深い、白かったな、ね、はい、こういう話やっぱさっき見たばっかりなんでね、皆さんあそこそこみたいな感じでツボついてきますが、ヒロノさんもありますか？あ、そうですね、まあ僕はですね、あの思い出したんですけど、はい、あの稽古入って ラスト稽古ぐらいの時に、あのもうみんななんか逆にもなんかキャラ慣れすぎていけるぞみたいな感じのまま、もう本当ノーミスで終わったんですよ。それがやっぱあのなんていうんですかね、こう普段座組でみんなちょけたりしてるんですけど、その本気度がこう、まあもちろん別に他の公演も本気出してないわけじゃないんですけど、一個こう締めて最後の公演だからっていうのをこう心構えみたいなのが現れてる稽古だったんで、それが良かったですね。どう？なんかまとめたね。まあ、でも最後だからそういう枠でしょ。ま、真面目でビビって。そうだ、てめえだ、何言ってんだよ、ふざけん。でも、りょうたのエピソード、僕ちょっと裏から見ててあるんですけど、りょうたが、まあ、いつもこういうふうにふざけたりとかするじゃないですか、悪ぶったりとか。まあ、そりゃそうだよ。でもなんかそのライブでね、心とか魂を込めすぎて吐けた瞬間に貧血になって、あバタバタバタってきた時に、ね、こいつかっこいいなって、うん、裏で思いました。それぐらい魂を燃やしてやって酸素吸ってた、ずっと気持ち悪すぎて、しかも目の前真っ白になっちゃった、うん、そう、稽古から本気ですもんね、そのお芝居もラップも、うん、それ郷くんが一番あいつロックだなって言ってましたね、裏で、うん、あのバンバンバーンちゃんとね、やつも稽古からやってましたもんね。いや、一回やって、でキングレコード見に来た時にいや、サンだ、キングレコード、俺入ってから入ってから入ってから、本当だから、本当だ、入ってからいいね。キングレコードが来た時にあのちょっと空港シャウトするんですかね、わかんないですねって言われて、
だからそれは遠回しにやめろって言ったよね。それはもう大人の世界じゃ遠回しやめろだから、うん、ああそうっすか、じゃあやめすいませんって言って本番やったら笑ってた。でも入れてるからね。そう全力でやってるからこっちさ。でそれは嬉しかったですね。だから認めてもらったんだなって。まあお客さんも結構こう分かんない賛否があるかもしれないですけど、いろいろこうアクションくれて湧いたんで、このビリッコっぽかった方がいい。嬉しかったです。シャウト、はい。裏の話出てますけど、今日はキングレコードさんは、キングレコードいるんじゃないですか。いらっしゃる。わかんないっすね。まあ、いても、まあ、入ってるから許してね。入ってるから。今ちょっと裏のエピソード聞けたんで、他にこれ出てないなみたいな舞台裏のことがあったら伺いたいですが。アキラの可愛いエピソードもありますよ。あ、お願いします。たくさんありますよね。一番最初の大阪公演初日、段取り彼忘れました。ね、はけちゃったんだよね、カーテンコール。1回目のカーテンコール。照明の。そう、でも僕らも本当に、その、楽しすぎて、濃密な時間すぎて、多分みんなも飛んでたんですけど、あの、イチローが挨拶しないとはけれないって時に、アキラだけはけちゃって、イチローだけはけちゃって、え、どうしたらいいの俺たちはみたいな時は可愛かったですね。確かに。まあ、ありましたね。あれでも、結構。2日ぐらいへこみました。へこんだんだ。かうん、むずいですね。でも今も納得できてそう、でもあったよね、なんかちょっと暗くなっちゃったんだよね。そう、段取りと違うんで。段取りちょっと違くて、はけた。そうだ、照明さんとかもね、しちゃったんだよね、一回ね。そうだそうだ。でも手しかなくて、で、大したことも言えないし。急にネガティブになって。いや、そんなことなかった。でもね、いや、大したこと言えてたよ。言えてた。言えないよ、言えないよ。とりあえず、一旦終わりだわって。一旦終わりだ。あー、懐かしい、あったね。一旦終わりですが出なくてよかったよね。まあ、そうですね。ちょっとね、そこはね。うん、だからね、やっぱり9公演あるんでね、うん、そこはこう、リカバリーが。確かに。段階的にできたかなと。今考えたらやっぱり一旦終わりだぜ、おもろいね。だってもう一旦ってことはなんかあるんだと思う。ちょっとアンコールがね。めっちゃおもろいな。一旦終わりだぜって言ってたっけ。言ってた。めっちゃおもろいね、それ。そうだ、一旦終わりだぜ。一旦の気持ち。一旦我々も一旦だけ。我々も一旦だけよ。あ、で、そう、その後 BOP があるんで。そうだね。アンコール。そうだね。だから一旦終わりだって。段取りをそのまま伝える。初日にね。初日にね。そういう今だからこれ言えますみたいなことって他にあったりしますか？舞台裏のことで。舞台裏？なんだろうな。そうだよ。舞台裏。みんな自分で、あのさ、あの健太くんがさ、いきなし脅かす時あったじゃん。あれ、あれ何の曲だっけ。なんか今パッと思い出した。サブローっすよね。サブローってなんか、いきなしあの DDB の健太くんってくるくる回ってる DDB がいるんですけど、はい、みんなくるくる回ってるよ。まあ、特にあの、逆さに回ってる。逆さヘッドスピンだよ。サブローのソロ曲だよね。そう、あ、サブローのソロ曲か。オールマイネームみたいなやつじゃない。サブローみたいなやつよね。あの、なんか、あれね、あのサブローでね、うん、その時いきなし大きな声出すんですけど、もうなんかみんなが不意打ちで近い距離で叫ぶから、なんかびっくりしたっていうのを、裏で音がし合ってて、そう裏でコールしてね、そう、ちょっとあの、2人はちょっと怒りそうだからやめたんですけど、あの、りょうたとあきらはやったんだよね、みんなや裏で音がしたの、そう、番手というか、その曲順的にいない人たちもいるんで、そうだね、あれですけど、スタンバイしてる僕らに向かって、うん、あのヘッドスピンの健太くんが耳元でサブローだーって叫ぶっていう、急にいきなしだからね、はい、超全力で、はい、っていうエピソードがありましたね。それやる人とやらない人とがあったわけですね。そうそう、ちなみに亮太とアキラちゃんとガチ切れしてました。ちゃんとパーンって強めに肩殴ったですね。やってたね。すごい。そしてまあ、ヒプステは常にね、新しいことに挑戦し続けていると思うんですけれども、今回のその演出の中で、わ、これはいいなというお気に入りがあったらぜひ伺いたいんですが、演出について。演出についてか、はい、先に言わないと。あ、お願いします。なんで最後になればなるほどハードル高くなるみたいな。やっぱね、あの、僕は普通にあの当たり前のようにポップアップがあるじゃないですか。今回あれやっぱかっこいいなって、特にイチローの最初のオープニングはすごい痺れますね。これまたね。なるほど。そう、僕は、あ、いいよ。俺映像がすごいなって思ってて、ずっとヒプステ最初から佐々木さんがね、
をずっとやってきて、なんかその歴史もめっちゃ感じましたし、今までの使ってた映像もあったけど、新しい映像もあって、かほぼ映像ついてるじゃないですか、全曲ライブで、多分ライブで全曲映像つけてやるってあんまなくて、ああそうなん、めっちゃお金かかるし大変ですよ、大変だよね、しかもなんか単純な映像じゃないというか、伏せて常にリリックが出るんで、なんかただこう例えば流しとけばいい、空の映像とかじゃなくて、ずっとそのコンテンツとして成立してるやつがあるのすごいなと思った、全部見たいなと思いました、あのリリックビデオみたいに YouTube とかに上げてほしいなって思うぐらい映像のクオリティが高くて、ね、いや拍手が上がってます、ね、見たいっすよね、映像だけで見てもこう成立するぐらいの、うん、あれすごいなって思いました、ね、なんかかぶんないようにこうパターンがいっぱい、そうそうそう、あんないっぱい出せるのもやっぱめちゃくちゃすごい、ね、うん、実際立たれてるとね、ちゃんとじっくりは見れないじゃないですか、だからリハがチャンスなんですよ、もうリハいかに客席で見るかっていう、ね、うん、そう、そう好きですね、そう、はい、いや拍手起きてたんでね、これ実現するといいんですけど、他に好きな演出ありますか？じゃあ僕いいですか、はい、あの前 BOP は2回目だと思うんですけど、1回目の時は TDD が出てないんですよ、ザ・ダーリンさんが、でも今回はその TDD もディーラー4人が出て、その後にこうなんだろう、あのサマトキとか、うん、あサマトキじゃねえ、サザンとか、ね、そう空港とかの楽曲とか、新しいその昔の結成前 の, あの今 の, そのディビジョンの結成前の時をあのこう表現できたっていうのは、もう本当に今回の BOP だからこそだと思いますし、あれは本当にあのなんだろう、皆さんにお見せすることができてよかったなって思いますね、うなずいてますが、あの空港空港のさ、タンクトップね、タンクトップやらバカにしよう、めっちゃ可愛くない？可愛いんだよね、あのそうだね、髪短くてさ、ね、じゃああのスカジャンナイト一個なんかオレンジのタンクトップ一枚なんですよもうで本番前とかリハ中ってケイコとかね、もうノーメイクじゃないですか、ノーメイク、ノーメイクおっさんオレンジタンクトップやからが、チビやからが、もう一人で歩いてると、こいつら次笑うんすよ。もうめっちゃ可愛かったよ。可愛かったよね。短パンみたいななんかね。そう。短いっすね。ちょっとね、短めのね、足出てるやつ。ステージで見ると全く違和感ないんだけどね。そうね。稽古場だと結構ね。稽古は最高だったよね。可愛かったね。そうだね。あ、スマホとかこうやっていじってんの。そう。で、見てると、なんだよ。可愛いじゃねえよ。可愛いじゃねえよ。それで言うと稽古中ってどういうタイミングから衣装を着るんですか？あ、そう、衣装付き同士っていうのがあるんですよ、ほぼ最終、うん、最終か2個目ぐらい前なんですね、はい、多分、なるほど、他にお好きな演出、これちょっと皆さんに伺いたいんですけど、天木さんとかどうですか？まあ、僕もでも一郎と空港 の, あの過去の曲の時は結構好きなんですよ、で空港が一郎に向かってコーラ投げるやつとか、なんかすごいエモくていいなと思って落とさないかなと思って見てたら一回落としたんよ、一回落としたんよね、うん、ここ懐かしい、すごい、それが好きですね、目的じゃあそのちょうど付属すると、うん、ね、あの落としたらかっこ悪いよね、俺ら喋ってた時だったよね、裏くだっちゃった、でも大丈夫、俺球技やってるからいくらでもいくらでもリカバリーできるから、野球やってたから拾えるから、アキラが落としてもそのままやってって、そしたら俺も絶対もうそのまま何も違和感なくやるからって言ったら俺も落としたんですよ、うん、そうなんだ、そう、二人してもうねあったね、気まずっとそういうのありました、でもなんかやっぱ僕そういうハプニング系好きで、やっぱこう、こうライブだったり舞台だったり、ね、生ものがやっぱ動いてるのってもちろんかっちりとしたものをお見せするのが大前提だと思うんですけど、そこに生まれるほころびから出てくる役者たちのちょっとした顔、ここに生まれるほころびから見えるのって分かる俺それ1個前の BOP、 最初の BOP で、うん、マッキー君初めてすごいと思ったのが、いやもちろんその前からいや初めてすごくなかったのが初めてすごいと思いました、俺はそこで初めて一緒のステージになったそうだね、そうで生で見てて、あのセンスが壊れちゃったんですよ、さらさら、うん、で最後にパーンって破って終わったのが、うん、天才だなって俺マジで思ったんですよこれ本当。いやでも分かる。今回もさ、その名古屋から大阪っていうこうバトンタッチだったじゃん。うん、ディビジョンの順番が。うん、で結構やっぱ空港最後いろんなこと言ったりやったりとかするんで、全部それを踏まえての出方っていうか、ね、
全パターンもう毎回俺もう渋谷とか、いやそうだそうだそうだマジで痺れますね。いや痺れる、いや痺れる、なんかやりやすくはあったから、なんかササラだからなんか行って出たいなと思った時に空港が結構いろんなことを発信してくれるから、あ、じゃあそれを回収して次につなげられればいいなっていう、なんかこの2人の信頼関係が見えました、すごいよね。空港も次ササラだからもう何でもいいやみたいな。そうですね、マッキーさんにね投げたら、マッキーさん俺のこと好きなんで、すごい拾ってちょっかいばっかしてくるからそんなことないわ。そうだからもうそんなことないわってやめろ初めて嫌いになったわ。やばいやばいやばい対応力にね、おーってなりますもんね、みんな。うん、すごいですね、みんなでかい。他にあれば、もうこれ結構時間が近づいてきてるんで、うん、はい、ドローン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 ね、あったね。しかもあれも最終日だけなんだよね、収録用に。そうだね、うだ、あれも TDD の楽曲の時だよね。そうだね、入ったよね。結構ドローンの演出があったのが、あれかっこよかったですね。そう、画期的だなと思って、うん、かっけえな舞台でそれやるなんて思った。郷、うん、さん結構その演出として、うん、なんか生ライブカメラみたいなのやるのめっちゃ好きで、空港の曲でもちょっとあったんですけど、あの殴る時に生カメラ使うみたいな、多分いろんなところでいろんなあったと思うんですけど、公演中に、うん、なんかそのなんかさらにさっきマッキーさんが言ったなんか舞台の生もの感をこう助長してるっていうか、なんか見てて楽しいんですよね、予定調和じゃないから、うんうん、それのドローンが僕は好きでした。確かに、ええ、ドローンかっこよかった。じゃあ誰次俺アキラ君は、あのセットリスト、僕そもそもね、そもそも、うん、すごいなと思って、あのいっぱい曲あって絶対溢れてるはずなんですけど、うん、確かに、ね、なんか本当に絶対これだってのが詰まってて、こう流れも素敵だし、途中で TDD 入ってきて、ね、でっていうこう流れ、最後のこうバトルバトルバトルしてさ、チャンピオンで池袋歌うって、うん、あれも構成素敵だよね。あれもいいっすよね。あ、であのバトル感をめっちゃ出したいっていうことになってて、うん、それで、うん、稽古中にいっぱい盛り上がってったのが、うん、確かにそれも良かったですし、そこだけ郷さん、はい、真面目に言ってたもん。真面目に言われたよね。あのバトルのところは、そのバトルだから本気でちょっとやってくれ、まあすごいヒップステならではだからっていう、ね、バトルだから、うん、バトルだからっていう。郷さんって基本こう自由にめちゃやらせてくれるからこそ、うんうん、そう言われるとね、なんかここはこうなんだみたいな、こだわりが見えるときはグッとくるっていうか、答えないとって、そう、うん、普段は結構自由なんですね。もう自由ですね。なんかもうやったらやっても一緒に怒られてあげるからやってくれっていうタイプなんで。あともう僕たちと一緒に踊ってますもん。うん。あ、そうですね。演出席の、そうそうそう。演出席一人でぶち上がってるっすから、うん。やっぱりチームワークをね感じるお話でしたけれども、うん、時間がすいません来てしまいまして、最後に代表して高野さんから皆さんに一言いただいてよろしいでしょうか。はーい。いやでも本当 BOP ねたくさん公演して、でこれがやっぱ映画化されるっていうのめちゃくちゃ光栄ですし、これからまた楽しんでいただける方がいっぱいいるといいなと思いますし、はい、今日またねお話できて嬉しかったですし、ね、あのヒプステもどんどんね続いていくので、そうだよ、新キャストいいんだから、俺ら、ね、俺らの超応援してもらって、ソウル受け継いでもらって、それは本当にそうだよ、本当にあのなのでぜひ皆さん今後もうつてお会いしていただけると嬉しいなと、うん、そうね、やらせていただいた身からすると思いますね、うん、みんなで見に行こう、はい、6人でいや行きましょう行きましょう、バラバラがいいんじゃない、18人で行くか、18人で18人でも逆に言うと俺たちの BOP の時にその今の新キャストの方全員が見に来てくれたらしい、先週かすごいっていう話を聞いてた、そうなんだ、嬉しいね、ありがたいですね、そうそう、うん、楽しみだね、うん、うん、めっちゃ楽しみです ね、うん、ね18人じゃないか、何人だ俺ら、何人だ、30、まあ、30何人、まあ、だそうだな、オリジナル含めて100人ぐらいでいいんじゃない、また全部増えたな、うん、100人ぐらいで、うん、ごめん、アキラ君、はい、続けてというわけで、ね、でございました、ございました、これで一旦終わり、一旦終わりだ、出ねえ、もうすごい、始まんねえよ、すごいすごい、ハイタッチうまくない、うまい、今のめっちゃうまいわ、これはいい、一旦というか、まあ、はい、終わりです終わりですね、ありがとうございます、新しい締めのパターンができました、はい、ということでちょっとここからポッドセッションに移るんですが、一旦皆さんご講談いただいてセッティングしたいと思います、大きな拍手でお見送りお願いします、ありがとうございました、この感じでいきましょう、あ、大丈夫ですよ、そのままで、はい、ではセンターのスチールカメラからいきたいと思いますが、オフィシャルさんどちらでしょうか、オフィシャルさんは大…あ、わかりました、センターからいきましょう、はい、お願いします、
はい、ではそのままステージから見て左の方行きます。はい、そのままステージから見て左の方流れていきます。上手です。今日ね、本当にたくさん来ていただいてるんで、はい、通路の方もください。通路の方、他大丈夫そうですかね。はい、下の方です。はい、いただきます。そのままください。ありがとうございます。大丈夫ですかね。では反対側見てください。右の方です。ステージから見て右の方です。半分いらないですか。そのままセンターの方に徐々に向かうので、はい、声掛けください。自らありがとうございます。他のディビジョンのハンドサインでもいいですか。そのライブビングの方に、ね、声が届かないんでね。そうなんですよ。よろしいでしょうか。ではスチールさん、あ、端の方、最後ですね。スチール最後です。そのままください。じゃちょっと右の方、左にいるのかな、すいません。ステージから見て左の方にいます。そのままください。あのライブビューイングのセンターカメラになりますけれども、あちらの皆さんにも最後サービスいいですか。真ん中です。OK 出ました。ありがとうございます。いただきました。ということで、あっという間のお時間でしたけれども、以上で舞台挨拶終了となります。大きな拍手でお見送りをお願いします。ありがとうございました。